俺の区間は AWM。 はい、どうも、スコアです。今回はですね、やっていきますのが、エヴァンゲリオンガチャですね。こちらをちょっとね、最終日していこうかなと思います。ダイヤガチャの方ですね。ちょっと100連ぐらいね、できますんで、100連分ぐらい、ね、ダイヤがですね、ちょうど溜まってますので、そちらちょっとね、やっていこうかなというふうに思います。ダイヤのね、一番いい使い道なんて、エヴァガチャ以外にありませんから、早速ね、それをね、こちらに活用していこうかなと。ワンチャンここでね、中級チケットが欲しいんですよね。中級チケット。大量にあってね、損はしないものですので、そちらを早速貯めていこうかなというふうに思います。それではやっていく。というわけで、やっていきましょうか。こちらですね。普通に回しますよ。久々に。引退宣言なんて使わずにね。来た。来たけれど、これはね、まだ持ってなかったんで、何台被ってくれるかっすよね。できればね、結構ね、被ってほしいんですけどね。いやー、ちょっと、オレンジ枠が見たいな。オレンジ枠が体験はいらないよ。体験はいらないよ。ああ、出ない時って結構なんか、グッとくるものがあるよね。おー、待って。出ないのはきつい。ああ、それはいらない。それはいらない。それは、ダイヤになる気いっか。ああ、で、もう一回来て。オレンジ枠が見たい。体験はいらない。体験はいらないよ。ああ、それは持ってる。それは持ってるね。これで、もう10連回せるぞってなるからね。ゆっく。いやー、オレンジ枠それじゃないんだよね。オレンジ枠は。欲しいオレンジ枠はね、バイクが欲しいんすわ。バイクも何気に確率が低いからね。あー、待って。マジか。結構すぐなくなるね。いや、オレンジ枠、被せたいんすわね。神引きを見せたいっす。最近あんまり神引きとかそういうのしてないからね。体験使おう全部。体験はね、俺全開放させてから、これで追加で回していきたいと思います。久々に体験使ったね、マジで。超久々にね、余らせとった体験を全開放しましたね。バイクを被らせたい。テーマはいらんよ。テーマでもいいか。レベル6チケットが、6チケットになるからね。テーマでもいいですけどね。ロンギヌスは持ってる。お、来た。テーマ。これでね、テーマ被ったんで。テーマ何枚になる ?6 チケット。3枚なんだ。結構渋いね。意外と渋めなんですね。6チケットか。悪くはないけれどね。足りないよ。バイクを繋がった。中級チケットをこれ、増やしたかったな。かばらっすね。増えんかったですね。マジか。でもレベル6チケットが増えたんで、よしとしましょう。そこはね、僕もね、大人なんで妥協しますよ。関係ねえけどな。いや、チケット被らんかったらね、エヴァンゲリオンのね、やつって、爆走サタンなんでそんな強くないんですよね。言うて今チケットね、3枚あるんですけれど、一応中級チケットね。これもバイクにした方がいいですかね。1枚ぐらい使っていいからね、バイクにした方がいいのかなと思いつつ、ちょっとね、もったいなくて使えてないと。わかります?このなんかね。ラストエリクサー理論って言うんですけれど、ちょっとなんかね、使った方がいいのに、なんだかんだもったいなくて使えないというね、この現象に僕ちょっとハマっちゃってますね。そんな感じっすわ。中級チケットのね、いい使い道とかあったらね、逆にちょっと僕が教えてほしいっすもん、皆さんに。そう。あとね、高級物資勲章。これもね、そろそろリニューアルしてほしいっすよね。そんな感じで、そのダイヤガチャの方を回していったんですけれど、こっから先は、今までお得だったですね、ダイヤガチャや銀河ガチャについて話していこうかなというふうに思います。まず一つ目はやっぱりエヴァガチャですよね。これが、現状ですね、今までその公約コードの中で存在したガチャの中で一番お得だったガチャですね。なんでかっていうと、今回したようにですね、中級チケットとか、あとレベル6チケットですね、これを量産することができるからなんですよね。こんないいガチャはこれ以外に存在しないですね。そのワンチャンセランスキンが当たるというその可能性はないんですけれど、ハンターライトを除くとその可能性というのはないんですけれど、それでもやっぱり中級チケットがあれば、例えばね、バイクスキンの拡張をしたりだとか、あとハンターライトですね、ハンターライトを当てて、ハンターライトも拡張させてから、うまくですね、その金の車両を脱ぎ潰せるものを作ったりとかできます。ハンターライトもね、初速悪くはないんで、それを使っている人っていうのもいますし、ハンターライトでもしもですね、
拡張が、まあ、1段階目とか2段階目できれば、その辺のね、この金車のチケットぐらいだったら抜くことできますんで、その等級で、キーランクで抜くことできますから、まあ、そういう意味ではかなりですね、まあ、使いやすい、これかなりですね、まあ、お得なですね、まあ、ダイヤガチャと言っても過言ではないのかなと。レベル6チケットが増やせるのもでかいですよね。レベル6チケットがね、増やせるね、ガチャ自体が少ないですもん。まあ、うまく増やせるガチャ自体が、まあ、金券のやつ含めても少ないので、そういう意味でもかなりですね、お得なのが、まあ、エヴァンゲリオンのダイヤガチャといった感じですね。そして2つ目が、まあ、銀玉のガチャですね。この間ありました。銀玉の銀貨とダイヤのガチャですね。まあ、これもやっぱりね、銀貨を、またあとダイヤをトレーニング勲章に変換できるんですよね。うん、これは結構ね、でかい。トレーニング勲章にやっぱ変換していくことによって、まあ、専属ガチャを無料で回せると。まあ、ワンチャンその金のね、車両、セランス金を当てられる可能性っていうのもありますんで、まあ、こちらに関してもかなりですね、まあ、お得なのかなといった感じですね。やっぱね、金車が当たるってのは魅力的ですし、無課金の、まあ、そのキャラでもですね、ワンチャンその当てられる可能性というのは 0% ではないというのはかなり大きいと思いますね。あ、まあ、2つもね、リスマランできる存在でしたので、また同じような要素が来た時は、銀玉とかエヴァンゲリオンとかじゃなくても、例えば中級チケットが量産できるとかですね、またトレーニング勲章が入っているみたいなガチャがありましたら、皆さんもね、リスマランの方で考察してみるといいと思いますね。まあ、最近は結構、まあ、グローバル限定ですけれど、グローバルのですね、金銀の戦場というレジャーにおいて、ダイヤを無限増殖できるんですよ。前も自分動画として上げているんですけれども、そんな感じで、まあ、うまくですね、そこら辺使っていくことで、グローバルにおいては中級チケットを無限量産できるといった感じの仕様に、まあ、現状なっておりますので、まあ、グローバルでサーバー作っても、最近は KCTL とかもありますし、まあ、作っておいて損はないですから、まあ、そんな感じで回してみるっていうのもいいのかもしれませんね。はい。またね、フェアリーテールの銀貨とダイヤのガチャもありましたね。まあ、こちらはね、ちょっとランクは落ちちゃうんですけれども、まあ、一応ですね、まあ、副スキンを当てることによって、レベル5チケットを量産することができるといった感じでした。まあ、先ほどレベル6チケット3枚しか出ませんでしたけれども、まあ、フェアリーテールの場合は、被ったら、レベル5チケット、まあ、10枚になりましたんで、まあ、枚数の差ってのはありますよね。まあ、レベル5チケット10枚の方が、正直若干、まあ、嬉しい感じもありますんで、レベル5チケットもね、なんだかんだね、使用用途多いですからね。この間のあの、銀玉コラボの時も、なんだかんだ、新選組のね、サンタスキンを手に入れるためにですね、レベル5チケットっていうのが必要になりましたんで、それがまあ、無課金で増やせるっていうのはいいと思います。まあ、基本的にまあ、フェアリーテールもそうなんですけれど、銀貨でも回せますよというガチャの場合は、ある程度その A 級とかを持っていた場合、まあ、それでですね、ダイヤを増やすことってのができるんですよ。まあ、増やすというか、銀貨をダイヤに変換することってもできますんで、まあ、そういう意味でもですね、まあ、悪くはないガチャなのかな、というふうに思いましたね。まあ、基本的にその限定の銀貨ガチャが来た時っていうのは、ダイヤの変換効率っていうのがありますんで、まあ、それを狙ってですね、銀貨とかダイヤを貯めておくっていうのは皆さんしておいた方がいいと思います。結構その欲望に負けてですね、回しちゃうキッズっていると思うんですよ。ダイヤガチャとかを。なんですけれど、まあ、こういうタイミングに備えて取っておくのが、まあ、正直僕としてはですね、まあ、一番いいのかなと、いうふうに思いますね。それが一番得できますしね。また、あとですね、去年の、まあ、5月ですね、ゴールデンウィークに荒野55というですね、まあ、イベントがあったんですよ。そのイベント上においても、ダイヤガチャというのがありました。また、荒野55ガチャみたいな、そんな感じの福袋みたいな、宝箱みたいなあったんですけれど、そちらもですね、希望の限定版、青い希望が出たんですけれど、それを被せることで、中級チケットを量産できたんですよね。まあ、その時にも一応中級チケット量産イベントみたいな感じのことはあったんですけれど、あまりなんか日の目を浴びなかったなという印象があるんですよね。まあ、それでもやっぱりそこでダイヤガチャで中級チケットを出すことができるっていうのは魅力ですし、今は特にハンターライトとかもありますしね。まあ、バイクの等級とかもね、キーランクとかも上げておいて、まあ、そのバイク、いろんなところのバイクをね、人が乗れないようにするっていうのもやっておいていいと思いますし、まあ、そういう意味でもですね、やっぱりいいなと。そういうイベントは、また今年のゴールデンウィークにも来るんじゃないかなと思いますね。荒野55。まぁ、ちょっとリメイクされた荒野55みたいなですね、ゴールデンウィークイベントってのが来ると思いますんで、まぁ、まだ1月ですけれど、ゴールデンウィークのイベントにも備えてですね、皆さん、よりダイヤというのも、ダイヤや銀貨というのも貯めておいた方がいいかなというふうに思いますね。はい。まぁ、銀貨からダイヤのね、変換効率で言うと、中秋の秋パックもね、そこそこ良かったですね。まあ、去年の秋あったですね。まあ、銀貨ガチャなんですけれど、まあ、これがですね、一回3000銀貨だったんですよね。中身はまあ、大したことないんですけれど、まあ、その A 級のアイテムが少なくて、大金が多いという感じで、まあ、体験をうまく変換してですね、ダイヤにできるといったですね、まあ、そういったガチャでしたね。まあ、これは、まあ、正直、来てほしいかと言われたら、そんな来てほしいわけではないんですけれど、まあ、ただただですね、まあ、ダイヤに変換できるガチャもありましたよって感じですね。まあ、結構ね、アイテムの比率とか、パーセンテージを見てですね、まあ、意外とね、そうやって、
やって微妙だけれども使用用途あるガチャ、銀貨ガチャとかダイヤガチャっていうのも存在しますんで、まあ、その辺チェックしておくと、まあ、いいかもしれんですね。まあ、普段ねいつもあるダイヤガチャ高級物資とかもあれ実はですねレベル5チケットが、まあ、そのコートを被せることによって、まあ、手に入ったりしますので、まあ、そういった感じでねいつもあるダイヤガチャっていうのも、まあ、使ってみると、まあ、いいかもしれないです。ちなみにコートは、まあ、ズボンの下がたっても上がたってもねレベル5チケット10枚になりますんで、意外と最近はね10枚にもなってくれるアイテムっていうのは少ないですので、まあそういった感じでですね、まあコートの方をですね普段ある高級物資のやつもね活用してみるっていうのもいいかもしれないです。いいかもしれないですね。まあ結構ねまあ高級物資もですねまあかぶせるとねダイヤとかまあレベル5チケットにできることっていうのもありますんで、スキンある程度持たれていて、例えばその銀玉コラボで高級物資の勲章がちょっと大量に手に入ってたじゃないですか、ダイヤガチャの方でですね。まあ、なんでそうやって大量に手に入った高級物資勲章をまあそういったイベントの時に使っていくっていう使い方もありますんで、頭に入れておくと使えると思います。まあ、こんな感じでいろんな情報を動画にしておりますので、チャンネル登録、高評価、通知のオンよろしくお願いします。ツイッターやってます。フォローバーしろと言われたらフォローバーしますので、よろしくです。TikTok、ミルダム、そちらの2つもやってますので、そちらの方もよろしくお願いします。ミルダムや YouTube コミュニティ欄の方では、クランロゴや個人用アイコンのプレゼント企画やってますんで、そちらの方も、まあ、どしどし応募してみてください。LINE の方では動画の通知や最新情報の方をお届けしておりますので、そちらもよろしくです。サブチャンネルもですね、ぼちぼち動画上げてますので、よかったらそちらの方もですね、ご視聴されて登録してみてください。よろしくお願いします。チャンネルページから飛ぶことできます。そんな感じです。それでは。